松下洸平主演のドラマ、放課後カルテ、毎週土曜夜9時から9時54分。日本テレビ系、Hulu、t v バ、er、ーでも配信、の第1話が10月12日に放送された。民放公式テレビ配信サービス、t v バ、er、ーでは第1話が配信中。さらに、第1話の再生数が100万回を突破した。 学校医が主人公の保健室ヒューマンドラマ原作は、日清眉の人気漫画、放課後カルテ、講談社 B、ラブ、書斎。世代を超えて多くの読者から愛されている作品の初めてのドラマ化となる。主人公は、学校医として小学校に赴任してきた小児科回の牧野、松下。文句ばかりで口も態度も大きい問題ドクターだが、鋭い観察眼で、 言葉にできき、ない SOS、見抜未来へ向かう子供たちの背中を押す保健室ヒューマンドラマ。不愛想な牧野先生だが好きになりました。野越小学校の保健室に常駐することになった小2回。牧野いつもボサボサ頭で仏頂面であるため児童からは怖がられ教師からも不信感を持たれているがとある児童を救ったことで周りからの見方に変化が。 そんな展開に SNS 上では、牧野先生いい、牧野先生好きになりました。などと声が上がっていた。放課後カルテ第1話見どころ、ネタバレを含みます。学校医として東多摩第8小学校に赴任した小児科医の牧野、松下、は、着任の挨拶で、保健室の先生ではなく医師です。 保健室にはなるべく来ないでもらいたいと言い放つ彼は医師を学校に常駐させる新たな試みとして大学病院から来たのだが教師たちはだいぶくせ者かもねとあっけに取られる授業中によく居眠りをしてしまう児童行き増田理沙はいつものように保健室に来て眠ろうとするが牧野から勝手に寝るなと注意を受けてしまう 一方、裏山の立ち入り禁止エリアにかっこいい秘密基地を発見したと大興奮する児童拓磨、ま、修護は、同じクラスのヒロや、吉田宗介、富山と山口団人を引き連れて裏山へと行くことに。しかし、体調が思わしくないことを隠していた拓磨はやぶの中で倒れてしまう。担任の篠谷陽子、森川葵。 と,ともに現場に向かった牧野は彼の症状を見て即座に病気を絞り込んでいく数日後篠谷は一向に居眠りが改善しない雪について牧野に相談児童の本心を理解する難しさを吐露する彼女だが気持ちを理解してくれない牧野と言い合いにすると雪がグラウンドで倒れたという知らせが届いて